これか。これは、こちらが挙げた報告との差異が大きすぎる。組織が何かを隠そうとしているのは明らかだな。その何かが何なのか。あれ、ユーステさん？お前は。ユーステスさんが支部に顔出すなんて珍しいですね。そうだな。何か必要な資料でも？俺、ここのこと詳しいから探すの手伝いましょうか。もう済んだ。そうですか？まあ、何かあったら言ってくださいよ。ああ。ああ。部長面の兄ちゃんはまだ帰ってこねえのか。遅いですね。なんか最近忙しそうだよな、あいつ。船を開けることが多くなってますよね。まあ、あいつはオイラたちと一緒に旅をしてはいても、どっかの組織の一員だからな。そっちのお仕事が忙しいんでしょうか。お前が行動を共にしている青い髪の少女は聖少獣の力を操る。その少女はもしかすると我々の脅威になり得るかもしれん。しばらくの間少女と気空子を監視、脅威と判断したら即座に始末しよう。会議で決まったことだが、あの少女は著しく危険だと判断した。あまたの聖少獣の力を駆使する極めて危険な存在だ。すぐに始末しよう。少女の仲間たちもだ。お前のことだ。今回の任務も迅速に完遂してくれるだろう。俺は平穏と静寂を望む。ああ、もちろん知っているが、どうした君。ゆえに断る。ユーステスさんは強いし無茶をするような人じゃないですから、心配とかじゃないんですけど。ですよね。部長面の兄ちゃんって不思議だよな。一緒に騒いだりは絶対にしねえけど、近くにいるとなんか落ち着くっていうかさ。そうですよね。ユーステスさんはどんなに忙しくても私たちが困ってる時は絶対に助けてくれます。だからユーステスさんが困ってる時は言ってほしいのに。そうだな。あいつ無口だからそういうの言わねえもんな。とにかく早く帰ってきてほしいですね。ユーステスさん、お帰りなさい。うわ、噂をすればって感じだな。噂？ユーステスさんが早く帰ってくればいいのにって話してたところなんですよ。そうか。
なんだかほっとしますね。いつも通りだな。やっぱりこれが落ち着くぜ。やはり青の少女をこのまま放置するのは問題だろう。この逼迫した状況の中で危険因子は気だ。それについては契約者ユーステスの行動についても再度話し合う必要があるな。やつは今青の少女を連れた気空団に同行しているとか。ユーステスが今の位置にいることで我々は青の少女の動向を把握しコントロールすることも可能だ。本当にそうか？何が言いたい。組織の意を体現して青の少女を見張り抑止力となるつもりなどユーステスには本当にあるのか？彼が組織に逆らうと？ありえない。疑わしいものだ。奴には前科がある。命令無視、伝声機の破壊、単独行動も目立つとか。私に言わせればこれまで問題になっていなかったのがおかしいくらいだ。それについてはかつて議論済みだ。その上で彼を今の位置に置いておくことの有用性の方を取ったはずだが。だからそれを見直すべきだという話をしている。そうだ。状況は刻一刻と変化しているのだからな。ともかく今のままの状態で放置しておくのは愚策と言わざるを得んな。そんなことないですよ。いや、ルリアはあん時。あれ、部長面の兄ちゃん、どうかしたのか？また少し船を開ける。え？ああ、お前たちもな。行ってらっしゃい、ユーステスさん。行ってくる。新しい指令だ、ユーステス。とある町にて敵の暗躍の兆しが見られる。すぐに向かい調査の上で阻止に動け。こちらも人手不足でな。今回の指令は一人で行ってもらう。まあお前ならば問題ないだろう。指令は把握した。だが一つ尋ねる。なんだ？命令系統に変更があったのか？お前が気にすることではない。分かったのならさっさと動け。町はこの先だな。出てこい。さすがだな、ユーステス。
まずは銃を下ろせ。ローナ、あんたがこんなところまで来るということは、やはり何かあったか。伝声機では話せんからな。監視にかかる。指令の通信があんたからじゃなかったのも、そういうことか。何があった。組織は、お前の構成員としての素質を疑問視し、見張っている。私をお前から引き離したのも、その一環としてだ。そうか。だが私は、お前が組織に牙を剥くことはないと理解している。お前が故郷を滅ぼした敵への感情を失わない限りはな。幼いお前から故郷を、平穏を、すべてを奪った敵の陰謀を覚えているだろう。お前は成長し、力を手にし、武器と契約した。それでも敵に奪われた平穏とやらのことを忘れたわけではなかろう。そうだな。忘れてはいない。だが、組織の方が変化していないと言えるか。お前の言いたいこともわかる。確かに、今組織の内部は混乱のただ中にある。しかし、だからこそ、今ここで勝手な行動を取るのは愚策だぞ、ユーステス。勝手？俺は今組織の指令に従おうとしているだけだが。わかっているくせに、私相手にはぐらかすようなことを言うのはやめろ。青の少女や、あの気空士にこれ以上肩入れするなと言っているんだ。そうか。やはり組織は、改めてあいつらを標的にしたか。ユーステス！ローナ、あんたが危険を冒してまで、こうして警告に来てくれたことには感謝する。なぜだ？お前は目的を果たすためには、何を失うことになろうと、構わず止まることはない。その覚悟を常にして歩んでいると思っていたんだがな。どなたかいらっしゃいませんか？なんだ？大きな声がしたけど。ああ、お会いできてよかった。急ぎのお願いがあって参りました。確か、ユーステスさんの組織の兵士さん？急ぎの用事？どうしてってんだ？ユーステスなら今いねえぞ。そのユーステスさんについてお話があるんです。実は、任務の最中でユーステスさんが危機に陥ったと連絡がありまして。大丈夫なのか？現在連絡の取れない状態が続いています。そんな。救出作戦に団長さんのご協力を要請しに参りました。団長さんたちは俺たちの組織が青少獣を買っていることは知っていますか？はい、一応は。詳しいことは知らねえけど、あいつらの武器が青少獣相手に力を発揮するのは知ってるぜ。それなら話が早いです。なんだ？どうしたんだ？単刀直入に言いますが、今回に限らず
今後も我々にご協力いただけないですか？そりゃ、どういう意味だ？そちらの、ルリアさんのことは聞いています。私、ですか？聖少獣を操ることができるとか、素晴らしい力じゃないですか。あの、その力、我々組織の下で使ってもらうわけにはいかないですか？いや、オイラたちは。そうですよ。組織に来てもらえたら、その力をもっとうまく使えますよ。でも、私。そうだぜ。オイラたちは機関士だ。オイラたちには、オイラたちの目的があって旅をしてるんだ。そんな言い方してくる奴らのところになんて、ルリアをやれるもんか。ビーさん。ふーん。なるほどね。手荒な真似はしたくなかったんですが。俺たちも黙って引き下がるわけにはいきませんよ。あくまで抵抗するってわけですか。何度も言わせんな。ルリアは渡せねえよ。それじゃあユーステスさんはどうですか。ユーステスさんがどうしたんですか。こんなことしている間にユーステスさんがどうなってもいいんですか。おい、そりゃどういうことだよ。わかるでしょう。どうしましょう。私、ユーステスさんが。お？何？強がりを。その通りだぜ。あいつは強いからな。はい。いろんなこと全部一人で抱え込んじゃって、頼ってもらえないのが寂しいくらいに優しくて強い人です。随分と買ってるんですね。当たり前だろ、仲間なんだから。仲間ね。まあ俺たちも別に舐めてはいないですよ。ユーステスさんのこともあなたたちのことも。あ、増援か。青の少女並びにそれに同行する機空士、残念ですが心よくご協力いただけない際は抹殺するようにとの命でして。くそ、そんなこと言われたってオイラたちは折れねえからな。そんな、私は。ルリア、下がってろ。でも抵抗するなら好きにしてもらってもいいですけどね。この人数相手にどこまでやれるか努力してみせてくださいよ。銃声は。ユーステスさん。下がれ、ルリア。団長、左だ。一気に行くぞ。援護する。さすが、どけ。終わりだ。
ユーステスさん、何のつもりですか。こんなことをして許されるとお思いですか。そうだ、組織を裏切るつもりか。俺はそこまでだ。双方武器を引け。ユーステス、お前もだ。あなたがなぜここに。この場の指揮権はあなたにはないはずだ。反論は不要だ。私が持つ権限を持ってこの場における作戦行動の中止を命ずる。そんなことやめろ。俺たちではあの人には逆らえない。くそ。分かったのならさっさと武器を下ろせ。何度も言わせるな。正直あんたの意図を計りかねている。今止めたところで組織は簡単にルリアのことを諦めたりしないだろう。それは状況次第だろう。俺たちが契約している武器はどうやら月の民とやらに関係がある。もしくは彼らに由来するものらしいな。ユーステス、何の話を。先日俺たちは月の白変において月より飛来したせすらかなる鬼神と戦闘、後に撃破。グローノスの霊から見るに鬼神とは契約の武器が何らかの力によって形を変えたもの、もしくはこの武器の方が鬼神がその姿を隠すために擬態したものであるのか。俺たちはそれらの可能性を含め全て事実のままに報告書を上げたはずだ。だがそれらは全て記録から削除されていた。以前殲滅した想定の地下組織にも不穏な痕跡があったな。組織がなぜ想定の開発などに入れ込んでいたのかはわからない。最初は別空域にある組織本部との行き来の効率化のためかとも思ったが、月と組織に因縁があるのならそれだけとも言えないかもしれないな。それで今後月の民や鬼神がどの程度の脅威となるのかはわからない。しかし組織の内部がさらに混乱していくのは確かだろう。その中でこのフラメクと契約者たる俺の力はまだ必要なはずだ。組織の犬とするか、あんたの犬とするか、それらにあだなす野良犬となるか。私に選べというのか。ああ。条件は。団長とルリアの旅の安全を脅かさないことだろうな。青の少女のことは私の一存でどうこうできる簡単な問題ではないと分かっているだろう。それはあんた次第だろう。無茶を。あんたは俺を駒として手中にしておくことのメリットが分かるはずだ。本当に無茶を言う。俺は別に無茶だとは思わない。この私に取引を持ちかけるとは本当に成長したものだな、ユーステス。いつまでも出会った頃の子犬のままだと思っていたわけではないがな。話は終わりだ。あとはあんたに任せる。わかった。伝声機への連絡にはいつでも出られるようにしておけよ。ああ。あ、ユーステスさん、もう用事は済んだのか。ああ、待たせたか。大丈夫です。私たちは大丈夫です。
聞きたいことがあるか。それじゃあ。そうか。お前たちが俺の行動に何も感じていないわけではないことは俺もわかっている。ユースティスさん、それでもこうして迎えてくれることに俺は甘えているな。いや、お前はむしろもっとオイラたちに甘えてほしいくらいだぜ。もっと？はい、もっと頼ってほしいんです。困ったことがあったらどんどん言ってくれていいんだぜ。私たち別に理由なんてなくてもユースティスさんのことを助けますから。仲間なんだからな。ああ、わかった。それじゃあ帰るか。そうしましょう。私お腹空いちゃいました。途中で食っていくか、それとも船まで戻るか。そうですね、ユースティスさんはどうしたいですか。そうだな、船まで戻ってゆっくり食事にしよう。よし、そうと決まればさっさと行こうぜ。ユースティスさん、どうしたんだ。置いていくぜ。ああ、すぐに行こう。たびたび船を開けて悪いと思っている。だが、俺の戻る場所はここだ。俺はずっと何もかもを凍らせて、それを覚悟だと勘違いしていた。それが間違いだと教えてくれたのは、団長、お前だ。耳？触りたければ触れ。たびたび船を開けて悪いと思っている。だが、俺の戻る場所はここだ。